ご主人様をもむに改名、最年少で将棋6タイトルを獲得した藤井聡太、王座叡王棋王王将棋聖20が5日、ホテル椿山荘東京で行われる第81回名人戦の第7戦で渡辺明、38と対戦する。始めること。史上史上最年少で初挑戦、7冠という最大の快挙。全シリーズの第2弾、クスマスターでは、師匠の思いをお届けします。私はずっと黙っていた。小学4年の8月、5歳の冬から通っていた愛知県瀬戸市の、文元子供将棋教室を卒業。9月からプロ棋士の養成機関である、奨励会に入会し、プロ棋士と同等とみなされ、通常の授業に出席できなくなるためだ。夏の終わりのある日、彼は母親の優子と一緒に教室を訪れた。社長の文元力夫さん、68はまっすぐに私を見て言った。聡太、聞いてくれ。マスターを目指すなら、俺を応援するな。マスターを目指すなら、俺を応援してくれ。若い藤井はうなずきもせず、一言も発しなかった。優子は、狙ってる、狙ってると繰り返したが黙ったままだった。当時を振り返り、文元さんは、意味がない。将棋の基礎を学んだのは、文元でした。週3回、1日3時間。20級から。